もある、うん、あるんですよ。だからデモ隊が戦っていこうっていうのを抑えてるっていうのは、うん、その安全とか怪我ってもあるんだけど、入り込んでる工作員がデモ隊になりすまして悪いことするんです。それを警戒してるんです、実は私は。はい、そういうのを見て分かりますか？分かんない、分かんないから全部止めるんです。目に入る、目に入る範囲は。だから、ぶっちゃけだなし、そんな非暴力、暴力反対で止めてるんじゃなくて、工作員が、工作員がなりすましで、悪いこと、傷害事件とか起こされたりするのが怖いから抑えてるんです、実は。なるほど。すごく最前線の警備っていう感じに、体を張った最前線の警備ですね。だから、ちょっと、お前はどっちの味方なんだって言われることもあるんですけども、ちょっと、そういうことを、そういう工作を念頭に警戒した上でやってるんだってことは、ちょっと理解してくれるなとか、嬉しいんだけどなっていうのは、よく思ってます。はい。はい。任務さんはよく警備、呼ばれて、そうですか？警備っていうか、警備募集してるときはじゃあやりますって、こっちからやるんです、はい、ぶっちゃけた話、工作されるのを阻止しなきゃいけないとか、そういうことを全部分かってくれる人ばかりじゃないです、はい、だからそういうのは分かる人がやるしかないんです、やっぱり経験いりますよね、経験と、あとは、やっぱ多少は覚悟は、やられても、やられてもしょうがない。やられてもしょうがない。やっぱりそれでカーッとなってやり返しちゃったら、最初私もやばかったんですけども、それこそ朝日新聞が何書くか分かんないので、うん、殴られても我慢すると、蹴られても我慢する。そういう覚悟ですね。ちょっと若い警備団の講習会とかしてる。いや、有料で。本当です。本当ですよ。いや、あれは正直言って被害届出すほどのことはないと思います。うん、で、私、ただ逆に日進会の人の気でやっぱり警備がやってる人がなんか肩が触れなかったとかそんなことで言いがかりつけられて引っ張られちゃったじゃないですか。うんうん、あっちがおかしいです。おかしいですよね。はい。だから蹴られた本人がいますけど、あれくらいなら別に捕まえることはないと思います。ただ、そうですか。だから、いや、それはやっぱ、男だからさ、やっぱ情け、あのくらいで被害届出すような情けないことはしたくないと。ただ、それであれで日進会の引っ張っちゃったら、それはダブルスタンドですから、それは雨の中で櫻井会長先頭になって、じゃあなんでこういった逮捕されないんだか、それはそういう話になりますから。あれはだってそれはどうしたってじゃああれで日進会の警備の人が引っ張られたのになんでこいつは逮捕されないんだおかしいじゃないかダブルスタンダードじゃないかって話には当然なります、うん、はい、だからそれはあれはだから私を蹴ったやつを捕まえなかったのがおかしいじゃなくてその市が の市販さんですね、うん、あれを逮捕した方がおかしいんです、うん、はい、はい、本当に撮影の人の役割って大きいですね。あれは残っててよかったです本当に、うん、あれ新宿署だってあれ突きつけられたら何も言えないです。はい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 、よかったです。やっぱり今日の知らせですけれども、はい、どうでしょうか。なかなか受け取りはやっぱりいいと思います。はい、明日は11時から警察のですね、それに行ってそれで終わって来れたら来ようと思いますけど、またどっかに遊兵されて、この間1時間ぐらい春日井公園から出られませんでしたからね。ああ、そうですよね。来れたら来てくださいね。はい。懇親会あるし。はいはい、頑張ります。じゃあ今日のインタビューは繰り返してきます。本当は私自身もチラシに行ったんで、チラシの極意っていうか。そうそう、あの技をね、教えていただきたいもん。断るもんじゃなくて、見て真似するもんです。覚えるもんです。盗むんじゃない。はい。さすが。企業秘密だそうです。いや、これは職人のあり方ですよ、やっぱり。そうなんだ。まあ2つだけ教えましょう。軽快なフットワークが1つ。軽快なフットワーク。2つ目、はい、お願いだから受け取ってちょうだいというのは、こびへつらうような卑屈な態度。これで決まりです。ありがとうございました。こびへつらうんですか。わかりました。私もこれから軽快なフットワークとこびへつらいでやっていきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。これからできたらよろしくお願いします。お願いします。
今日。あ、もう終わっちゃったのかな。でも明日の分はあるんですか、ちなみに。明日まだ1000あります。あ、1000か、はい、もう今日2000でしたっけ。今日1000、今日も1000、今日1000、1000、2000、うん、いやすごいですね、面白いですね、はい、素晴らしい。教えて。とりあえずインタビュー終わり、パワさん。はい、とりあえず今日のインタビュー終わりです。あの、忍者さんは明日も来てくれるかもしれないので、また明日の番組を楽しみに。明日は、誰だっけ。明日はファラガスさんかな。ファラガスさんだよ。まあ、でもね、こんなインタビューはもう取れないと思うけど。え、何。こんないいインタビューはなかなか取れないと思う。本当にあの事件の直後に忍者さんに話をしててよかった。安田光一が、うん、安田光一が蹴るぐらいいいじゃないか、ニコ生公式で。綺麗な。でも、あれですけど、立場ないでしょ。うん、ね。しがきたい完全無権、しがきたいは完全、非暴力だとか、大口叩いてたはずだ、うん。どんどんね、自滅してますから。なんですかって、あれは。ね、ありとあり。それは全く痛くないことはないですよ。ちょっと女性にはダメです。ロッキーさんかブーダさんかどっちにしようか迷いって言ったら外人だぜ。ねえ、何これ。なんでロッキーさんってブーダさんにどっちにしようか迷いって名前だと思ってるのか。名前かね。バカだよ。知らんけど、ロッキーが食いついたの。ロッキーとブルダが食いついたの。タイヤみたい。いや、ということでね、インタビューはとりあえず終わりさそうです。面白かったですね。前枠から引き続いて、山猫さんやね、ファーファさん、それにね、今日参加されてくれたチラシの方々ね、配りに参加してくれいただいた方々ね、面白かったですね、うん、チラシ忍者さん来たのね、サプライズですよね。でも終わったか。でもから戻ってくる人来て、またやって、またやって。俺はもうドスコイに決まったんだよ。え、決まった。でも視聴者にも聞いて、視聴者コメント1234とかできるでしょ。うん、できるよ。あ、昨日の視聴者です。昨日のニコ生屋でやったけどね。あ、今日もう一回ね、あのこの iPhone じゃね、アンケートできないんで、これでとりあえず皆さんね、皆さんコメントでコメントしてください。このこれからも多分まだ両国チラシオフはね続くと思いますんで、正式名称をね、募集してるそうです、主催者さんが。で、昨日の告知放送でもやったんですけど、アンケートやったんですけど、一応ね、4番が一番多かったんですけど、うん、どれがいいか皆さんまた選んでいただきたいんですよ、うん、ちょっとコメントいただけますか。番号だけでいいです。番号でお願いします。4だって。4、もう決まったの。4が5人。あっという間に決まった。わかりました。ドスカイヤの中ではごっつぁん、ごっつぁんです、ごっつぁんです。ごっつぁんです、両国ごっつぁん。いいと思うんですけど、ドスコイだよね。短い方がわかりやすい、短い方がわかりやすいって。あ、わかりました。じゃあ正式名称はこれで、略称が両国ドスコイ、うん、あるいは両国チラシ。ドスコイでいいんじゃない。ドスコイだけ。ドスコイだけ通じるようになってほしいんですけど。そうなってくればね、もう定着ってくる。4番しかないじゃん、ほとんど。 あと2番が来た。2番来た。チラシ祭り、チラシ配りっていうのもなんか風情があっていいと思ったんですよ、うん、あの私は何の考えもなくチラシオフって言ってたんですけど、うん、でも両国だからこう日本語のチラシ配りの方が風情があっていい感じがするんですよ、うんうんうん、で、やっぱこれは行書なんですけど鑑定流ですよね、どう考えても。ん、自体は鑑定流でしょ。ああ、そうね、うん、自体ね、これは行書。あれ、ドスコイじゃなかったの。そうです。なんか圧倒的にドスコイが人気で、今もアンケートっていうかね、コメントしてくださいって、もうほとんど4番。4番。ああ、上がった。 NHK の夕べの解説もひどかった。何の解説だろう。まあ一応ね、アンケートはこういう感じなんで、まあアレンジはまあお願いしますけど、こういう方向でっていうことで感じで。あれ、あのズームの部屋どこ行ったの。ずっとね、山猫さんがぶら下げている、あそこいたいた。山猫さんあっちにいた。もう5時近くになりましたね。もうだんだんもう人もほとんど
通れなくなりましたね。もう皆さんね、あの先週今ちょうどあれかな、あの大一番が始まる頃じゃないかな、あの稀勢の里と白鵬でしたっけ、全勝対決が始まりますからね、この中で。ああ、解説員か、 NHK の番組か。じゃあもう人通りも少なくなりました ね、 もうね、もうそろそろ終わりですね、今日も。ぬいぐるみ、ファーザー、めんどくせえからぶら下げといて。かわいい、かわいいですね。この名前、これの名前も募集しております。皆さん、皆様、何がいい。さっきもちょっとやったんだけど、この猫なんですか。これはですね、ま、あの大和運輸宅急便のですね、うん、白猫ちゃんです。んうん、この猫じゃないんですか。大和運輸招き猫。おお、招き猫、千客万来の招き猫。おお、女の子みたいですね。この、このお相撲さんのね、ぬいぐるみの名前を募集します。一般の人的に言いますとさ、あれ、あれもいろいろつけてるか、おひれつけるから。何買ったの。もうちょっとね、お店の人と、あの人最初管理買ったのよ、とか言うんだけど、これから、だから、やっぱり仕方ないのね。何買ったの。おしで、どすこいくん、どすこいくん、チラシ部屋、巻きの、あ、いいね。マコザクラ、まあ、それは、ま、それ桜井さんの名前。じゃあこの枠で終わりかな、皆さんね。この枠で一応終わりにします。あと半分ありますけど、ドスコイ山、やっぱドスコイ、なんで営業妨害だってか。あそこでビアガーデンみたいに。あ、そうなんだ。机出してる。おお。こっちこそどうなんだ。まあそしたら時間になるだな。格差。ドスコ、ドスコイヤモン。知りたい。知りたい。ちょっと今日痛くなってきた。帰るか。あ、なんか来たよ、いっぱい。いっぱい来た。え、誰か来た。これね。あ、ゆうさんだ。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも、ゆうさん来たよ。ゆうさん、おはぎ、おはぎ、おはぎの人来た、おはぎの人。お疲れ様でした。在特生で、在特生で、在特じゃないよ、在特、在特じゃないよ。右翼は帰れ、右翼は帰れ。ユウさん来ましたよ。ね、やばいよ、凱旋始まっちゃう。トラメが禁止ですか。変わるね。ああ、いいですね。これですよ、これ。そりゃいいわ。これですよ。ああ、見るでしょ、みんな。みんな見ますね。明日時間あったら来ないでお願いします。みんなあれじゃないですか、あの NHK の受信料減るんじゃないですか、明日から。払わなくていいって言いましたからね。これはもうすごいわ、もうターゲットはもう最高だね。うん、あ、髪がね。そうそうそう。山猫さんにはサイズ言っといたから。あれ、クッサン来られた。いや、今日見てないです。あ、本当ですか。こっち 来ると思うんですけどね。今日なんかそんなに妨害がプラカードぐらいしか来なかったみたい、うん、っていう話なんですけど、2、3人しかいないもんだもん。もっといるように、おいこらって大げさに。あ、そうなんですか。一人がなんか、一人でやめろとか言ってんのに、おいこの野郎、そこの集団とか言って。そうなんですか。